ろしくお願いします。早く終わってください。バジリスクキズナ2を実践するということで、やりました。はい、最後。おお。これやっぱ語りやすくて飲みにくいのかな。ロックを取ってない。ロックは。基本的にはもうほぼ100ゲーム以内で引けちゃいますね。そうですね、あの大きな展開こそないんですけど、PC 間で100ゲーム超えることはほとんどありません。で、まあ、僕の方が3回に1回ぐらいバズリスクチャンスが AT に当選しているという感じですね。よし、あとはその吉田塾、そんなにポンポン行くステージじゃないと思うんですけど、結構行ってるんですよね、はい、吉田塾は。よし、さあ強チェリー結構引いて吉田塾、ほら来るんですよ吉田塾に結構。まあもちろん景気はね強チェリーであることが多いですけど。ご助力いただき。よし、当たりますよね吉田塾はね。ほらこっちもレア役ないんですけど、レア役なしで、お花火柄健在です。今作もあります、花火柄。やっぱ吉田塾は強い。そして吉田塾によく行ってる。これは6の恩恵かもって思っちゃいます。まあもちろん花火から激アツですからね、ここは大丈夫でしょう。はい、当たりでございます。さあどっちか1000枚ぐらい出しましょうよ、トミーさん。巻き物引いてたのに。でもさっきも70ゲームで当たってます。やっぱり100ゲーム以上はまらない。そうですね、そこは相変わらずです。いけー、よし、たよう当たります。やっぱり6だからです。これは6だからこれだけバジリスクタイムに入ってます。あとは AT をまた今日は伸ばせてません。最高継続、僕は2セット。そろそろ超えようぜ。BC 挑戦はなかったか。あ、来た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 。絆システム。僕の方はもう黄色ばっかりですね。黄色ばっかり1セット目。うい、ベル。もうまたベルじゃなくて巻物コイン。うい、ジャックセリー。これまだありますよ。さあレア役持ってきてるかどうか、うん、ジャクチェリー。またあたまた。いやー出すのが難しい。お、初めて見る演出。うん、うんじゃねえよ。あれですね、なんとか戦法かまいたちですね。あ、行くでしょ、これは当たるでしょう。よし、軽いですね。軽いです。
もう下手したらクレジットで当たってますよね何度も。69ゲームすごい。あるよ。おっしゃ、いったでしょう。強いな。それ6だと思います僕。おお、おもろカットイン。おお、決まった。そのパターン初めて来ましたね。嬉しい。しかもその AT2 セット以上ってことになりますね。トミーさん強いわやっぱり。なんかねやっぱいい感じ。突入画面それ多分、まあ、当該セットの継続率の示唆だと思うんですけど ね、 一応法則はあるんですよね。奇数のセット偶数のセットで高画種異画種っていう。めちゃめちゃ稼働するでしょうね。でもこれだったら2万5000とか動きそうですけどね。そうですね、しばらく。粉々に切り刻んでくれる。おぼろのボイスですね。よしよし、当たれ当たれ。トミーさんに負けてもいい、いいところを見せてください。あー、ダメだな。なんか2セット目がすごい難しいですね。はい、セットか。いやー悔しいな。悔しいですね。最高。ちょっともうちょっと見せ場を作りたいな。そうですね、これあと1回ずつぐらいは AT 入れたいですね。そうですね。トミさん大丈夫ですか。あ、それでいきましょう。じゃああと1回ずつ AT 入れます。はい、間もなく200ゲーム。あら、いきなりハマりだしましたね。ハマりだしました。さあ当たれ、そろそろ当たれ。勝ってんかな。チャンスアップ。よし、さあ今度はどうかな。バジリスクタイムにつながってくれるかどうか。同色が見てみたいんだけどな。一回も今日はありません。どちらかというと赤頭の移色が多いような気がしますけどね。さあ行きましょう。今日最後の AT 獲得なるか。赤までは行ってくれそう。あと5ゲーム。よし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 。988までいった。ここはいけそうですね。まず当たってくれ。あ、赤文字も来ましたね。あ、来ました。激アツ。はい。さあというわけでですね、もう今日の勝負も終盤に来てますけれども、かなり AT をこ うまく伸ばせず、最高継続2セットのままもう時間の方も迫ってきまして、僕はこのバジリスクタイムが今日最後のチャレンジとなります。ここで伸ばせるかどうか、あと今日見れてないような AT 中のいい展開が見れるかどうか、ちょっと心して回していきたいと思います。源之助配球です。まずは源之助。バジリスクタイム。
ビリスクチャンス。水槽だ。ラッキー。厳しいか。さあまずは1セット目5対5、ここは高確率となりそうですね。何色？赤と黄色。さあ立って越えろ。1セット目結構見てると1セット目からここに赤とかがつくセット、そういうシナリオっていうのは稀のようですね。本当に緩やかな継続率というか緩やかなセットが続いているような気がします。さあ一角出ました。強チェリー気持ちいい。1セット目はこれでクリアです。巻き物も来た。はい、ここはバジリスクチャンス確定となってます。ラッテリも来た。よう引くな。もう感想とは言わん。1000枚でも出したい。さあここからは2セット目になります。もう一回おぼろチャンス来ないかな。水槽の時2セット目に参ります。すぐ4対4になる。はい、高確率はありませんね。もうまた2セット目でこうなるか。1セット目は結構超えてるんですけど、ことごとく2セットで終わってるのはやっぱりここの継続率の悪さですよね。そして2セット目ではなかなか高確率にもいかず、レアク引いても当たらないということが多いです。今日の僕のこの台は切り刻んでくれようか。昔おるわ。その身に何をこうておる。知ったぞ。剣之助、たまには頑張れ。あーまた点点か。もうまた2セット。特に終了画面は何もないんですよね。では参りましょう。今この台ですよね。なんか言ったの。ここで何か言うんですか。でも参りましょう。ラストチャンス。バジリスクチャンス。あ、トミさんもやっと。はい、もちろん今作も駿府城は激アツのステージですね。本編長にも期待ができ、もちろんバジリスクタイムにも大いに期待が持てるステージ。緑文字って新鮮ですよね、木札でね。さあここは間違いないと思います。からのバジリスクチャンス当選です。いや当選しない。当選しますね。はい、よしやるぞ。青青青
はい、ランプは青、よし最後も源田助でいこう。まあでも旋風長を経由してますのでね、ここは大いに期待していいと思います。アドリスクタイム96、お赤い、これはあれですね、246、まあわざわざ赤文字でね、ここも目立つように来ました。222と246で赤文字来てますので、ここも設定したということでしょうね。おお赤文字だ、さすがにここは当たりましたね。バジリスクタイム参ります。バジリスクタイム、なかなかおもろチャンスって来ないんだな、突入時に。さあ1セット目でございます。ちょっと不安だな、1セット目からここも。おー巻物来た、当たれ、これはいいんじゃないか、よし青のステージを、青のステージを巻物で超えました。初めての投色です。まあ基本的には移植も投色も15ゲームのバジリスクチャンスなんですけど、投色の場合はエピソードボーナスになることがあって、そのエピソードが発動すると30ゲームプラスエピソードに応じた絆降格がその後やってくるという特徴があります。2セット目に参ります。あー来た、おぼろチャンス、これは嬉しい。先ほどは絆玉1個しか獲得できませんでしたが、今回は継続を確定させてる上におぼろチャンス、絆モードまでいけたらいいですね。今日はそのあたり見れてないので、あと3つ、あと3つ、なかなか獲得できませんね。おお同色、通常時の同色初めてじゃないですか。そうですね、なかなか獲得できませんね、木札玉ラスト3ゲーム。さっきも1個だけだったけど、今回もこれバジリスクチャンスだったら嬉しい。バジリスクチャンスの場合はもう一回その後おぼろチャンスに戻ってきます。絆玉獲得しましたけど、当たれ、バジリスクチャンスはなかったか。今回は絆玉2個ということで、2つの攻撃率になりますね。2セット目の勝利、何と何か。はい、こんな感じで絆玉を2つ使って2つの降格というところですね。うわー、ダメですか。ダメです、諦めます。そっか、緑はないんだ。あ、でも赤になった。あるっすね。さあ、ここで太陽薬ですね、共通メル。当たってくれそうだな。調子出てきたな。はい、出しますよ、今日は。今日はじゃない、最後は。はい、これで2セット目。もう
バジリスクチャンスでクリアとなります。いいですね。やっといい感じになってきた。もう一回来ないかな。どうしよう。バジリスクチャンス。かっこいいな、今日初めて来たけど、かっこいいですね。持ってくれるかな。さあ、これでバジリスクタイムは3セット目になります。3セット目。ようレア役が来るようになった。演技中にこれはいいぞ。そして太陽役ですね。ここは恋の文字がついてますので共通ベル。さあ、3セット連続のバジリスクチャンスとなるかどうか。強チェリーまで来た。3セット連続バジリスクチャンスでのクリアです。もうこの辺りはね、バジリスクギフザ同様気持ちのいい AT の展開ですね。やっぱり面白かったギフザ2。3セット連続のバジリスクチャンスでした。そして4セット目。あ、いやいや お任せください。もうトミーさん、あとは僕に。最後はしっかり締めくくりますから。やっぱりギフザ2面白いねっていう内容で、こういうことですよ。今3セット連続バジリスクチャンスでセット継続決めてます。ストックも持った状態で、本当に1000枚、いや2000枚の獲得あるかもしれませんよ。ここは絆玉が1つありますので、高確率。何が来るか。わ、2つ来た。ラッキーですね。4セット連続バジリスクチャンスでの継続となるかどうか。ここも継続率はちょっと弱そうな青です。これ青ってまあまあ後半期待できそうですよね、このシナリオは。はい、4セット連続バジリスクチャンスになります。あ、決まろう。いや、ツボにはまればやっぱり絆2でも絆は絆、めちゃめちゃ面白いですね。まさか、そんなことあります？あ、そこから。いや、もうあれですよね。つらThank you.
んと黄色になった。ただこれ僕思ったんですけど、6号機ってやっぱりこう有利期間が始まってなんやかんやあって AD 到達までに多少時間がかかる台が多くて、要は AT が終わった直後数十ゲームでまた次の AT っていうのは結構難しいじゃないですか。ただこのキフタのシステム見ると、今500枚くらいの獲得ですけど、じゃあこれが500枚1000枚で終わりました、またクレジットで次の AT が来るっていう可能性十分ありますよね。こういう台の仕組み的にそう考えるとポンポン2000枚超えないのも分かるなと思います。500枚とか1000枚でもそれが実現するようなことがあれば一気に2000枚3000枚ですから、それは6号機としてはちょっと新しいというか、これまでの6号機はちょっと我慢しなきゃいけない時間が必ずあったんですけど、それがないっていうのは非常にいいなっていうのを感じましたね。そういうところを評価されてユーザーに幅広く受け入れられればまたいいですけどね。さあこれで5セット目クリアとなります。5セット目、おー、カズナ玉がここに来てよく来ますね。6セット目の挿入です。さあ共通ベルですね。ちょうどこの恋の連の文字がついたタイミングで対応薬効いてます。さらに強チェリー、赤文字ですね。6セット目ここもバジルスチャンス期待して良さそう。7セット目突入確定、これ一気に1000枚ぐらい出そうですね。いやなかなか今日はバジリスクタイム繰り返しながらも1セット2セット繰り返して伸びないな、こんなものなのかなと思ってしまいましたけど、まあ、やっぱりしっかり AT 中に BC さえ引ければ本当ね続いていきますし、いや面白い台ですよ。6号機でまたねこの絆の感覚を味わえるっていうのは嬉しい。バジリスク急する、やっとあ、やっと当たった、やっとです。なかなかきついですよ ね、 ね、6でそれだったら次回次セット確定です。気持ちいい。さあ7セット目もここは3対3ということで高確率、1人がつきました。いやーやっぱり4セット目まで青が続いてここに来て赤、後半が継続率高めのシナリオみたいな感じですね。ですからね、超えてほしい。今のところ強そうな演出じゃないですね。あー、
ここで点々か。ああ、終わり。761枚。うーわー、ギリギリ間に合ってないのかこれ。このセットは緑ですよ、緑。大丈夫でしょう。あそこダメなんだ。761枚7セット。最終ゲームダメなんですね。うわー、あー、まあまあでも700万以上の獲得、一ついい流れが見れてよかったと思います。ソロエティが終わるのをとくと見届けさせていただきましょう。継続確定してても結構その負けて復活のパターンが多いですね。気持ちいい。518枚で終了ですね。参りました。まあまあ今日はなんかあんまり大きく出せてないけど気持ちがいいです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、実践終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、バジリスク絆2初めて打ちましたけれども、おとみさん、なかなか緩やかというか穏やかというか、マイルドでしたね。マイルドな台でしたね。ただやっぱりさすが設定6と思ったのは、まあ、これだけこう緩やかな展開ながらも2人ともこう、サマイ数ではプラスだったというところがまず言えますね。そして見ていただいた通り、バジリスクチャンスも非常に軽いです。 BC 間で300超えるようなハマりっていうのはもうほとんどなかったので、まあ、そのあたりは設定6だったからなのかなというのを感じますし、まあ、当然あのバジリスクタイムの方もですね、ちょこちょこ入っておりました。やっぱり6号機としては非常に優秀な台だなって感じた部分が、これまでのこう高純度の6号機っていうのはどうしても通常ゲームに戻るとこう数百ゲーム我慢しなきゃいけない時間っていうのがあったんですが、このバジリスク絆2はですね、まあ、500枚とか700枚の獲得があった後もすぐにバジリスクチャンスを引く可能性が十分あります。ということは、そのバジリスクチャンスがバジリスクタイムにつながれば AT 自体の術練に期待が持てるっていう台なんですよね。なので簡単にこう1000枚2000枚出る台ではないですけれども、まあ、その分こう500枚とか600枚っていうまとまった枚数をこうつなげてつなげて数千枚というですね、獲得になっていくんじゃないかと思いましたので、まあ、そのあたりはこう6号機の感覚をこう忘れさせてくれる機種なのかなというふうには感じましたね。そうですね。さあ、というわけでまだ導入されたばかりということでですね、これからバジリスク絆2挑戦してみようかなという方も多いと思いますので、ぜひですね、バジリスク絆2、今日は見れなかったエンディングなんかですね、皆さん見れたらいいなと思います、はい、で僕も打ってる感じ非常にこう穏やかながらもやっぱりこう6号機としては非常にこう刺激的な機種だなと感じる部分もありましたので、また今度は営業中のホールにお邪魔してチャレンジしていきたいなと思いました。さあ、そしてもちろん今回トミさんに罰ゲームご用意してますので、まあ、この後はですね、ちょっと日頃のスタッフの皆様への感謝の気持ちを持ってお掃除の方していただきたいと思います、はいはい、さあ、というわけでトミさん、今日は敗者ということで、
はい、まあ、罰ゲームというか、罰ゲームというほどのことじゃないんですけれども、はいはいはい、普段スタッフの方が使われているこの食堂、休憩所といいますかね、はい、スタッフさんの休憩所をきれいにしていただこうかなと思います。わかりました。いやでもね、まかないの方もいらっしゃると思うんですけど、きれいな台所があるんですね。そうですね。なかなかこのパチンコ店のバックヤードを見ることってないと思うんですけれども、ここは普段社員の皆さん、まあ、スタッフの皆さんが食事を取ったり休憩を取ったりするスペースなんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですよ。整ってますし、見てくださいこれもう自家製のお漬物まで作られてるっていう手の込み具合。いや使ってますねこれは。これは使ってますね、大人気のこの漬物ということで ね、ちゃんとしたものが食べられてるっていう証拠ですよね。はい。でもどうです、休憩所を店長とかマネージャーがこう掃除してることってまずないでしょ。なかなか。そうですね、ないですよね。じゃあ普段ホールで一生懸命お客様にこう接客をされてるスタッフの皆さんのためにねぎらうために、もっと、快適にやっぱ過ごしてもらうために。そうですよね。やっぱりこう現場で働いてる方たちあってのお店じゃないですか、うん、そうですね。じゃあその方たちへのねぎらいを込めて、はい、ここ掃除していただきたい、綺麗させていただきます、はい、じゃあちゃんと僕が見ておきます、ね、はい。その前にちょっと漬物だけ食べていいですか。ちょっと待ってください。これは、うん、つけてやって明日の、ね、スタッフの皆さんのためだと思うんです。そうそうそうですね。これまたね、マネージャーが食べてしまうと、あれ漬物誰が食べたのって なりますからね。そうか、残ってます。わかりました、はい、じゃあテーブル拭きからやっていただきましょうか。わかりました。いつもありがとうございます。ちゃんとテーブル見てくださいね、カメラ見て。いつもありがとうございます。怖い怖い怖い、もそう、威圧的ですよみんないつもありがとうね。もうちょっと丁寧に拭いてもらった方がいいですね。ちょっと雑すぎません？カメラ見なくていいんで、ちゃんとテーブル見てちょっと早くテーブル拭かないと次の仕事は終わりません。まだこれだけじゃないでしょ。この後もお仕事なんかしなくちゃいけないとかあるでしょ。そうですね、漬物ちょっと食べないといけない。いや、そっちか